はい、リップラップの岩崎です。はい、みえです。みえちゃん来たよ。はい、当日いよいよバレンタインですよ皆さん。見ておめでとう企画ですよ。600人突破したんですよ。700人目指します。はい、これじゃん。大変なのよりえちゃん。まあちょうど来たばっかりです。このね、2、3日一生懸命宿泊して作ってくれました。はい、でっていうのもね、皆さんこれ中いっぱい入ってるの見えますかね。ちょっと多めには作ったんですけど、うちのね、はい、コメントくれる人っていつも1件か2件なのよ。今回のびっくりしました。今回のコメントは総勢件数で29件 それに近い人数の人の分を作ってきました。非常に予想外で、ありがとうございます。いや、もうありがたい話でね。そうですよね。いろいろと予想外で来ると思ってなかったんで、はい、僕の方もまあ最初リエちゃんにどれぐらいって言われたら10個ぐらいあったらいけんちゃうかな。5、6個でいけんちゃう。余ったらスタッフにあげよう思ってたぐらいでしたけど、予想外にいっぱい来たんですよ。そう思って、まあそれはもうありがたい話で、なんとかりえちゃんが頑張ってくれましたので、はい、手作りです、形にしております、はい、なっておりますので。見せていいですか。いいよ。どんな感じの作った、ね、まあ、普通にチョコを溶かして型に入れたのと、ちょっと中身見えないんですけど、見えますか。見えるかな。これがチョコ2つありますね、うん、でここにちょっとクッキーのような、クッキーみたいなやつ、はい、お菓子になってんの。中にチョコがこうゴロッと入ったやつがあります。だから3個入ってるんやね。はい、でちょっと後ろにこんな感じでコメントも見えますか。大変やね、りえちゃんこんなん得意というかようやってくれんだよ。いやいやいや、めんどくさいの頑張ってやってくれます。いやいや、めんどくさいです。こういうのは結構好きなの。そうそう、ちまちましてるやつが。まあということで、これから多分、はい、開店したんで、ちょろちょろお客さん、はい、はい、やると思うんでお待ちしております。よろしくお願いします。ではじゃあね。